そうですね、まあ、それを言うんであればこうやっぱり予算規模としては、はい、まあ、少し似たようなクラブ同士で、はいはい、いい選手がいると引っ張られるし、はい、その中でやっぱりしっかりこう J1 に行く前を向いてですが、ここは一旦キーパーへ、今日はキーパーが富井です。ソン・バク君は韓国代表に行って戻ってきましたけど、ベンチからのスタートとなっています。さあ縦に入って小野のシュートを打った、フラッグ上がっていない、開始早々2分先制です。サガン鳥栖、小野が決めました。スパッときましたね。ましたね。見事です。はい。まあ、少し前から行って蹴らせてだと思うんですよね。少し小野が浮きましたもんね。だ受けてからこう反転も自分がおそらくフリーなのは確認してるので、パッと向きましたよね。はい、まあ、あとはまあしなやかに向いて左足でまあ流し込む。はい。はい、まあ、インステップにしっかり乗せて。まあ、富井も触ってますけどね、少しね、触れてると思うんですけども、はい、やっぱり時間与えすぎですね、湘南からするとね。まあ、入りのところで少し、まあ、許さ、まあ、これカットをした、この岩崎、さあ中には堀米がニア、ファーリーは流れ間が走っている。さあ堀米使った、トラップからシュートだ、ブロックまだあるか、小野だ、狙った、ゴール、落ちてきたボール見事枠に持っていきました。今日自身2得点目、これで 0-2、 鳥栖のリードは2点に広がります。まあ、今のも奪ってから早くですよね、はい、やっぱりゴールに向かっていく姿勢っていうのは見事ですよ。奪った1本、自分たちの得意の武器岩崎、まあ、これだけ余裕を与えると中の景色見ますし、いいところで堀米が斜めランニング、まあ、弾かれますけど小野のところに落ちてきました。まあ、簡単にこれ蹴ってるようですけど、まあ、相当レベル高いと思いますね。この浮いたボールに対して目線を外さずにインサイドで、なおかつコースですから、まあ、スーパーゴールだと思いますね。見事です。どうしようもないですね、富井からするとね、はいはい、まあ、湘南からするとボールが浮いて少し足かどうかというそういう選手でありますよね。そうですね、はい、ここはインターセプト原田、そして流れ前へ、流れ前かわしてそのまま運ぶ、自分で持っていってまだ行く、うっと、ここは浮いたから PK だ。後半立ち上がり3分、流れ前 PK ゲット、受けた場所とここはその後だと思いますけど、あ、そうですね、滑って少し両下の我慢したんですけどね、軸、うん、足ですよね、キーパーとの駆け引きも含めて。キーパー同じ方向飛びましたけれども、その奥でした、しっかりと決めてハットトリック達成、これで0対3、鳥栖のリードは3点に広がります。トミーも読みましたけれども、そうですね、大時間に失点ですね。もう見ながらというよりもおそらく蹴る場所を決めて、はい、でなんかそんなにコースも鋭い場所行かなかったので、際どい場所に、まあ、ボールのスピードがある分、はい、まあ、トミーの手を弾いて、さあ手塚から左サイド岩崎へ、岩崎トラップから上がってきた、貴重を使ってマイナスのボール来た、最後は堀米、4点目が入りました。サガン鳥栖、ここも見事に決まりました。今日先発起用に応えました堀米です。いや見事ですね、はい、これ求められてると思うんですけど、はい、まあ、手塚からのサイドチェンジ、まあ、チームの強み1対1のところから背中回って深いところ、マイナス堀米、人のかけ方、配置、ニア、中、後ろから、さあスローインから裏抜けてというところ、ターンをして画面から中来た、さらに追加点です。最後は藤原ですね。いや、まあ、本当にこう一瞬の隙なんですけどね、はいはい、そこを逃しませんでしたね、うんうん、スローインからですから、深いところ壁山、はい、うまく残しながらやっぱマイナス、ここから前線富樫が走っている、1対1、さあ富樫サイド、おっと手に抜いた、逆サイド、下に余っているぞ、その逆サイドへ、最後壁山、完璧、しっかりと富樫は逆サイド見ていました、それを落ち着いて決めた壁山、これで0対6。長いボール入れたのファンストップじゃないですか、はい、はい、質の高いランニングからボールの収め、あとは1対1、このフェイクからかわしてパッと掲げた瞬間の大外、はい、